にちは、久木です。まもなくキャンプイン。今回はですね、各球団が現時点で行った補強がどれだけチームの課題にマッチしたものか、それが果たして2021年シーズンに向けてどういうものなのか、評価をつけていきたいなと思います。もちろん国際情勢で外国人選手が来日できない可能性や、今後補強がある可能性、また沢村選手のように去就が決まっていない選手もいます。またキャンプまでにある程度戦力を固められているかどうか、オフにどう整理できたかどうか考えていきたいなと思います。2021年シーズンの各球団の展望に関してはまた別途動画にする予定で、今回は各選手の詳細ではなく、あくまで補強ポイントにマッチした補強ができたかどうかで考えてみたいなと思います。私個人の考えですが、もちろんドラフトも補強の一つ、しかし補強というものは補って強くするものです。将来性指名というのはチームの年齢バランスや課題ポイントを補うもの、即戦力で一軍の戦力を上げることが強化だと思っていて、将来性、チームの年齢層を埋める補い、外国人選手 FA、 即戦力選手獲得の強化で補強だと思っています。そしてその中で、例えば補強で課題のポイントに向けた指名を行った、もちろんそれは2021年、そしてそれ以降のシーズンにおいて大事になると思いますが、じゃあ果たしてドラフトだけで補強と言い切っていいのか、それに関しては少し疑問が残るところがあって、外国人補強や FA 補強は一切せずにドラフトだけで即戦力選手を指名した、じゃあその人たちが結果を残せなかったらどうなのか、正直心もとないですよね。1年目の選手に一軍でバリバリやってもらうことを期待するのはもちろんですけど、それがないと、チームに何も変わりがなかったっていうのは、リスクヘッジできている補強なのかどうか、そういうところも含めてお話ししたいなと思います。まずはパ・リーグオリックスから、アルバス、ロドリゲスをリリース、そして近藤選手や西浦選手ら怪我の選手が育成に、そして松井裕介選手や小島選手、山崎克樹選手や白崎選手らがリリース、引退、打撃コーチなど、チームの中で整理もありました。2020年は山岡選手の怪我もあり先発が苦しかったのですが、基本は山本選手、山岡選手、田島選手、山崎選手になるのかなと思っていて、榊原選手、ジャイン、竹安選手、宮城選手、本田選手ら若手と先発転向のディクソンらで争いになるのかなと思います。先発防御率は 3.92 でリーグ2位、 QS 率 43.3% でリーグ4位。山岡選手の離脱でこの数字、若手次第でもあるんですが、ディクソンも先発経験がある選手ですので、そこに配置転換することである程度数は揃うのかなと思います。一方、中継ぎ防御率はワーストクラス、もちろんテスト的な起用も多く、その中で2020年は吉田亮選手、漆原選手、富山選手、斉藤選手らを一軍で多く起用、沢田選手の度重なる怪我、吉田和正選手が定着ならず、 K 鈴木選手や荒西選手らが結果とはいかなかったり、海田選手の不振、比嘉選手の怪我など、本当に計算外なことが多かったこと、そして神戸選手もブレイクすることができなかったことなどもあり、ディクソン、ヒギンスを後ろで固めることができたのですが、そこまで勝利の展開で持っていくということができなかったので、なかなか中継ぎ陣でも防御率が良くなっていかなかった傾向がありました。その課題の中継ぎで補強は能見選手、もちろん最速148キロ近辺の左腕で戦力になりますし、投球術とか経験というものはもう誰もが分かることだとは思いますが、大ベテランで1年間計算というのは難しく、中継ぎに関してはかなり不安も残します。ディクソンが前に行く中、ヒギンス、山田選手ら中心に後ろを使っていくのか、若手中継ぎに頑張ってもらう苦しい状況で、ドラフトで即戦力オールドルーキーの阿部選手やサブマリン中川選手、起用もちろん今後次第ではありますが、若手のブレイク待ち、補強に関してはほとんどなかったと言っていいんじゃないかなと思います。そして野手ではロメロを獲得、昨年のチーム打率は2割4分7厘でリーグ4位、本塁打90はリーグ4位タイ、 OPS 6割8分3厘はワースト、吉田正尚選手以外の打力に苦しみ、モヤ、T 岡田選手、ジョーンズが2桁本塁打も、ジョーンズは正直期待ほどの数字とはいきませんでした。また伏見選手、足立選手が要所で打撃で結果も、ロドリゲスが苦しく、チーム全体の火力というものは足りなかった印象があります。特にセンターは大きな課題、そこで西浦選手の難病というのはもちろん彼にとってもそうですし、チームにとっても本当に痛い。福田選手の離脱や大城選手の打撃不振もあって、セカンドのチーム打率は2割2分3厘でワースト、センターは1割7分とぶっちぎりワースト、吉田選手、ロメロを両翼、 DH ジョーンズかは分かりませんが、ワースト、モエ、T 岡田選手など併用できるようになるのは大変大きく、攻撃力アップは期待できます。しかし内野の打力、大城選手、福田選手、足立選手、さらに三塁でも中川選手や宗選手らの競争、そしてセンターでも佐野選手らが中心、
もちろん若手で有望株控えますが、2021年も指名は基本将来性、もちろん将来性はどんどん良くなってきているドラフトで、太田選手や義母選手らが一軍に食い込んでくる可能性もありますし、まあ、今後が本当に楽しみで、今までのオリックスの未来が明るいと言われていた頃と今の未来の明るいというのは全然意味合いが違います。まあ、そういう意味で期待はあるんですが、2021年の戦力で考えると不安は残します。センター2塁の課題も基本的には現有戦力に頑張ってもらうことしかありません。まあ、ロメロをセンターで起用するという可能性もなくはないと思いますが、まあ、怪我の可能性ということを考えるとかなり不安を残します。まあ、野手でロメロを獲得、ヒギンス残留という意味では、まあ、ある程度評価はあると思いますが、まあ、課題のセンターや攻撃力全体で上げることができたかと言われるとまだまだ足りないところ、そして投手に関しても中継ぎの課題、まあ、ヒギンスを残留させるということが基本でドラフトで数人の指名ということになっています。もちろんこのご時世情勢的な意味でもありますし、外国人選手がある程度一軍で結果を出しているからこそ補強が少なかったとも言えるんですが、まあ、全体的に少し2021年シーズンには不安を残すかなと思います。ただ若手に期待をしたいシーズンでもありますので、そこは首脳陣からのメッセージでもあるのかなと思っております。そして日本ハム、ビアネーバ、マルティネスをリリース、さらに有原選手が MLB の移籍とチームの柱を失いました。2020年の先発防御率は 4.08 でリーグ4位、 QS 率 45.8% はリーグ3位。当初やや不振だったり、数字以上に突発乱調も目立ってしまったり、有原選手も貯金を作れていたわけではありません。しかしそれでも長いイニングを投げ、中継ぎの負担を減らし多く QS してくれました。その有原選手とチーム4番目の QS のマルティネスがいなくなり、バーヘーゲン、上沢選手、杉浦選手、川野選手らが中心になる中で、復帰想定のブライアン・ロドリゲス、そして新加入のアーリンが入ってくるのかなと思います。また即戦力投手の伊藤選手をここで計算したいのかなと思いますが、やはり有原選手の穴は大きいこと、吉田輝星選手や川野選手、北浦選手ら有望株選手が一軍で投げられないとなると苦しくなりますし、まあ、仮にアーリンが一軍で結果とならなかった場合、まあ、全体で先発が一気に苦しくなるかなと思います。まあ、なので基本的には若手選手、ドラフト1位の伊藤選手ら、まあ、新戦力に期待と、まあ、ざっくりとした形になるのかなと思います。そして中継ぎ、チーム中継ぎ防御率は 3.93 でリーグ4位。2019年ショートスターター頻発、先発がかなり苦しかった中で、さまざまな投手をとにかく使い続けながら、なんとか平均クラスの防御率となるほど中継ぎ陣の層が厚いチーム。しかしさすがにその疲弊からか、ロドリゲスが怪我、そして石川直也選手が怪我から手術、西村選手も離脱となったり、秋吉選手が大不振だったり、計算できるリリーバーが一気に減ってしまいました。2020年は宮西選手、玉井選手、堀選手が1軍、福田選手、井口選手、加藤選手、金子選手、村田選手らが多く登板も防御率はかなり悪化気味。2021年もここは心配要素でもあります。有望株の立野選手、望月選手らが、まあ、先発中継ぎ問わず2021年1軍となるかどうかでも変わること、また実績もあるロドリゲスの起用は不明、守護神も固めるのは難しく、中継ぎでも2020年苦しかった選手が多い中で補強というのはほとんどありません。まあ、それはかなり不安でもあるポイントかなと思います。そして野手、2020年のチーム打率2割4分9厘でリーグ2位、本塁打89でリーグワースト、 OPS6 割9分5厘でリーグ3位。日ハムは西川選手、太田選手、中田選手、近藤選手のコアが大変強力、まあ、球場柄もあって本塁打は少なかったのですが、数字で見ると高かった、まあ、少し調子のムラもありましたが、渡辺選手も勝負強さ、計算できるポジションは多いんですが、全体的に彼ら以外の打力というのが苦しかった印象。星野のチーム打率は1割8分5厘でパリーグ5位、中田選手が DH で多く出場した関係でファーストも2割2厘でワースト、サードはビアネーバラの起用で2割2分3厘でリーグ5位、石井選手、中島選手らショートは2割3厘でワースト、まあ、ほぼ全てワーストクラス。さらに守備力も大きな課題で、2020年のチーム UZR マイナス 25.8 はパリーグワースト、清宮選手らファースト、渡辺選手らセカンド、ビアネーバ、平沼選手らサード、西川選手らセンターで守備指標がワースト、そしてキャッチャーも宇佐美選手、清水選手ら起用で攻撃力も課題かつ、パスボールは清水選手がパリーグワーストの7、宇佐美選手も4、阻止率も清水選手がワーストの2割、失策も清水選手がワーストで8、宇佐美選手が5、攻守で課題のキャッチャー、攻守で内野全体、西川選手残留もセンター守備、その中でキャッチャーで古川選手、外野の磯畑選手、今川選手と、まあ、補強ポイントというのはある意味ドラフトで適していたとも言える、そしてロドリゲスも内野想定、まあ、ドラフトとある程度的確ではあるんですが、果たしてこれで足りるのかという話でもあります。もちろんドラフト選手に期待は大きいんですが、基本的に1年目から即戦力選手がレギュラー定着する方がレアです。秋山選手や柳田選手だって1軍のレギュラーとなるのに時間がかかっています。まあ、近本選手は本当に稀有な存在かなと思っていて、そう期待せざるを得ない状況になりつつあります。
まあ、先発では伊藤選手、アーリン、中継ぎの補強はなし、キャッチャーでは古川選手、内野でロドリゲス、外野で伊佐畑選手、今川選手、まあ、補強だけでいうと的確ではあるんですが、まあ、もっともっと補強していきたい、まあ、それぐらいしないとなかなか今の課題というのは払拭できないかなと思っていて、まあ、少し厳しめに評価となるのかなと思っています。そして楽天、はい、まあ、多くの方がもうご存知でしょう、あの田中将大選手が帰ってきます。まあ、本当に絶対的な存在でもありますし、楽天にとってまあこれ以上ない補強になったかなと思います。まあ、まず全体の話ですが、シャギはロメロ、 DJ ブラッシュをリリース、先発防御率は 4.29 で5位、 QS 率 42.5% でこちらも5位。2020年は岸選手の不振、則本選手の離脱と低調、石橋選手、湯気選手らの不振と離脱、松井選手も当初イニングを送れなかったり、期待されていた先発は早い段階で崩壊し、若い選手個人軍となってしまいました。まあ、則本選手のフォルムチェンジというところがうまくいかなかった印象も、岸選手は終盤にかけて本来の姿を取り戻してきたり、まあ、涌井選手が1年間素晴らしかったり、滝中選手が良さを見せてきてはいましたが、全体で課題のポイントでもありました。まあ、その中で外国人選手で先発補強はありません。ドラフトで早川選手と大学ナンバーワン左腕を獲得、もちろん高田選手、藤井選手、内間選手らの起用方法に関しては不明。まあ、名前で見ると則本選手、涌井選手、岸選手、早川選手、塩見選手、石橋選手、湯気選手、唐島選手、滝中選手、まあ、相当強力ではあるんですが、1年間戦える計算ができるかどうか微妙という中で、外国人補強はありませんでした。まあ、正直不安が残る中で、あの田中将大選手が復帰、スプリット等の数字が落ちていることは気になっており、MLB での登板内容で、まあ、主体となっているのはスライダーになります。日本のボールの適用に関しては正直まだまだやってみないとわからないところがあり、まあ、外国人選手に近い部分もあります。まあ、圧倒的な実績はありますが、まあ、近年の MLB での数字を見ればわかる通り、まあ、少しずつ苦しむところがあります。まあ、ただやはり実績も圧倒的ですし、 NPB 実績も半端じゃない選手になります。まあ、楽天からすると補強としてはぴったりすぎますし、もう絶対的に存在で抑えれる選手でもありますので、まあ、ここは大きく期待したいなと思います。そして課題の中継ぎ、2020年は森原選手、孫チャーホー、ブセリッツ、シャギは牧田選手、酒井選手と期待はあったものの、最後まで固めることができず、中継ぎ防御率は 4.04 でリーグ5位。とにかく三振を奪えないことが課題だった中、松井選手が抑えに戻るそうで、松井選手、ブセニッツ、牧田選手、寺岡選手、酒井選手、鶴崎選手、安楽選手、池田選手が中心にコンリーが加わります。まあ、内間選手、高田選手、藤井選手が1年目から先発、中継ぎ、どちらでも投げられるかどうかは不明で、もちろん劇的に改善というのは難しいかなと思います。まあ、しかし、孫チャーホー、森原選手は1軍で活躍したシーズンもありますし、実績もあります。まあ、なので彼らの復活にも期待もあり、そもそも19年、中継ぎ防御率ナンバーワンのチームです。まあ、自力はありますので、まあ、ここに松井選手が戻ってきて、まあ、どうなるか。2020年の運用、まあ、正直まずかったなと思います。孫チャーホーら本当に長くテスト的に起用した中で、なかなか勝ちパターンを固められず、防御率6点台で苦しむ孫チャーホーを、まあ、7回で使わざるを得なかった。まあ、かなり苦しかった中で、さすがに状態はそこであると考えたいところ。まあ、シャギワの枠にコンリーも入り、まあ、欲を言うのであればもう一人リリーバーを欲しかったところではありますが、補強としてできることはできたかなと思います。そして野手、柱のロメロが移籍、怪我の影響もあってかブラッシュが引退。2020年チーム打率は2割5分8厘でリーグトップ、本塁打112でリーグ2、 OPS7 割4分3厘と指標はいいんですが、当初の打線好調だった時期の影響が強いんです。全体的に波が激しかったり、接戦で1本が取り切れなかったり、休養や離脱もあったことで、1年間安定してスタメンで活躍してくれたのは鈴木選手、浅村選手、そして小深田選手といったところ。田中選手、小郷選手、辰巳選手、内田選手らが光るところも見せながら一軍定着とはならず、ロメロがリリースとなった時の外野1番手は島内選手になります。茂木選手、鈴木選手、浅村選手、ロメロ、島内選手、銀次選手、ブラッシュ、太田選手、辰巳選手と1年間戦えれば火力は相当高かったと思いますが、そうはいかず小深田選手が途中から定着し、まあ、なかなか全員を計算することができませんでした。小深田選手、鈴木選手、浅村選手がいなかったらどうなっていたか、そんなシーズンでもありました。その中でロメロリリースでディクソン、カスティーヨを補強。カスティーヨは基本外野で、ディクソンも内外野複数ポジションというタイプ。ショート、小深田選手、三塁、茂木選手、二塁、浅村選手、一塁、鈴木選手、レフト、島内選手が中心で、まあ、ライト、DH、
浅村選手と茂木選手のバックアップでこの2人を獲得とポイントとしては合ってるかなと思っていて、荒さんも目立つ選手たちですが、まあ、その彼らが一軍で結果を残せるかというのはもう正直分かりません。もう正直外国人選手に関してはもう映像を見て、まあ、これはやるだろうなとか実績を見てもうこの選手はいけるだろうと思っていろいろ考えても分からないので、とりあえずこの枠にこういう選手を計算しているというのは、まあ、フロントの考えていることは分かるかなということでお話をさせていただきます。まあ、ドラフトで即戦力野手はおらず、ファームで黒川選手、村林選手、内田選手か岩見選手らが多く出場していて、彼らのブレイクに期待。ただ山崎剛選手の2軍出場がなかったり、小郷選手、田中選手、辰巳選手、武藤選手ら、まあ、外野の出場選手も基本21年、まあ、あまり大きな変動はありません。この若手選手たちのブレイク、1軍での活躍に期待としか言えないところは正直寂しい部分もあります。またキャッチャー課題のチームで昨年獲得の田中孝選手に期待はありますが、シャギは DJ、ブラッシュ、ロメロリリースで、コンリー、カスティーヨ、ディクソンは正直野手補強と中継ぎ補強全体の数で考えると不足気味で、先発に関して大きな補強は基本早川選手というふうに思っていたのですが、田中選手を獲得することができました。18年オフ、19年オフと、まあ、素晴らしい補強をしてきた中で2020年は寂しいと思っていたんですが、まあ、ここで田中選手を獲得できた、まあ、チームの補強ポイントとしても大きいですし、他の選手に与える影響という意味でもかなり大きいんじゃないかなと思っています。オリックス、日ハム、楽天と2020年 B クラスだったチームの中で、まあ、田中選手が獲得できたこと、まあ、これで一気に楽天は期待したいなと思います。先発投手一人で、まあ、チームを動かしてしまう、まあ、それだけの影響力があるかどうかはわからないんですが、まあ、それだけのことをしてきた選手でもあります。もちろんあの年には AJ とマギーがいて、まあ、かつルーキーに則本選手という存在がいたんですが、まあ、状況としては近いかなとも思います。まあ、正直パリーグは全体的に大きく変わるような補強ということがあまりなかった中で、楽天はかなり目立ったんじゃないかなと思います。まあ、バリバリのメジャーリーガーが、まあ、こうやって日本の契約を選んでくれた、また菅野選手も MLB の可能性があった中で日本と MLB で条件面で日本を選んでくれた、まあ、こういうところはやはり今後に対しても大きな前例を作ってくれた存在になります。まあ、本当に NPB でも夢がある、 NPB でも MLB よりいい条件を出せるということが、まあ、分かった前例にもなりますので、今後にもかなり変わってくるかなと思います。田中選手が日本で見れるというのはもう楽しみでたまりません。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。